はい、タンタンです。こちらですね、サニー D の、テナー遅れで入会いたしましたので、ご紹介いたします。ハワイアンコアで作られております。こちら、非常に目もいいですよ。こんな感じですね。まあ、特徴的なベルシェイプの、スタイルで、ロゼッタもこうぶっといものがついてますね。指板側こんな感じで、ネックのチョイスがすごいところ使ってますね。こんな感じです。個性的な一本になってます。結構ずっしりきますね。がっしり作られているウクレでございますので、その辺はサニー D さん好きな方はぜひ、弾いてください。で、まあ、ゴールドラベルになってまして、この指板の方を見てもらうと、ポジションマークが6フレット、8フレット、11、13と入ってまして、ちょっとこう1個ずつずれてる感じがしますけれども、多分最初からそんな感じで間違ったんかなと思いますし、ちょっとこうレアものということで、こうね、気になった方はぜひ、ちょっと弾きづらいですけれども気にしないで使ってください。そんな感じで音はすごいいいんですよ。張りのあるテンション感でしっかり弾けますので、結構コードなんかすごい気持ちいいですね。弾きやすいですね。そんな感じのこちらですね。サドルもなんかこう怪しいものを使ってますね。これオリジナルでしょうかね。こんな感じの怪しいものを使ってますね。すごい細いですね。あとピンが入ってますね。こちらはストラップ、ブリッジピンタイプの弦止めになってまして、まあいろいろこう日本人では考えつかない感じの仕様になってますけれども、その辺がやっぱり独特なハワイアンウクレレになってるのかなと思います。サニー D ウクレレ、非常に作りはかなり大雑把な感じには見えますけれども、その辺がやっぱりこのウクレレの味ということで、好きな方はぜひお手に取ってさ、弾いてみてください。音は非常にナイスな音がします。そんな感じでこちらですね、サニー D のテナーウクレレになります。指板のポジションマークだけ、ぜひ笑いながら弾いていただければなと思っております。こんな感じでサニー D のテナーウクレレでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。